昔は竹にその需要があったから、あらゆることに使われとって、家作りから農業から竹いうのがね、竹をその育てる商売、運ぶ人、切る人、これ竹を売る人で、竹だけでその経済が成り立ってね。これはもう絶対必要な作業でね、この剥ぐのは難しいと思います。コツ掴むまでね、その狙った厚みに均一に剥ぐいうのは、これが思うよりかんと手間が増えるわけです。昔の人は竹割り3年日ごとで5年とか言おります。竹細工はその本当に少しの道具で、電気も機械もいらず、でちょっとスペースとその竹さえあればこう作業ができるんです。で竹は毎年嫌でも生えてくれる、で自分で切り出すことができて、でこういうのは使わん部分はそのゴミですけど土に変える天然素材というか、無駄なとこがないです。あんまりこれが離れても良くないんじゃ、節から、うんうん、こう距離がここが空いとくのはこの辺を押さえて、こう最初は3分の1にはな、難しいけど、やっぱりこの幅決めて割るとそう覚えるな。この左手の運びとな、左手が大事だと。ほじるとやっぱ圧力がこっちにかこっちに偏るから、ちょっとここで幅が変わりやすい。もうそれ覚悟の上で幅の広い方を、こっちが広いからこっちにしても、うん、網加減いうのが違うと思うんです。そういうのを意識されて、その竹ひごの厚みとか感触を感じてもらうのが目的です。右側の線がこっちが上で、左が下ってこう2本並べたら、
うんうん、ほんでこっちに線が出るように組んでいけばって、そういうふうに覚えればこの覚えやすい。でこれも大事なのは同じ次の3番目も同じとこばかり編まない、周囲に1本ずつ同じようにこの線を上にして、今度は線が隠れるように、竹細工人口の底辺をちょっと広めるというか、そのね、今趣味として自分で作ったら嬉しいからそうにしたり、一つでも暮らしの中にそう竹製品があったらちょっとホッとする人がおったり、うん、まあ、そうしたら支えられて、まあ、なりわいでねする人も残っておるわけで、どんどん知れば知るほどその竹細工の技術や知恵がそういった先人の人がつながってきます。